はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、今回ね、こちらね、ブックオフの値札を簡単に剥がす方法ということでね、紹介しようかと思います。昔ね、同じようなね、動画あげたんですけれども、その時はかなり動画の質が悪かったんですね。僕もチャンネルを始めて、めちゃくちゃ初期の方に撮ったもんですから、ちょっとね、新しく撮り直そうかと思って。で、結構チャンネル登録者数の人も増えてきてるから、まあ完全版みたいのでね、あげようかと思いました。まあいくつかね、新しい情報とかもね、付け 加えるので、まあ見る価値あるんじゃないかと思ったりします。で、ブコフのね、ネフってね、まあ、これ買ってきた本ですけれども、ここに値札貼ってるじゃないですか。これ、ね、無理やり剥がしてもね、なかなか剥がせられないんですよね、これね。その糊成分がまだ残っていて、剥がしたとしてもベタベタするんですよ。で、それはね、もうずーっと取れないんですよ。あとこれ無理やり剥がすとね、下の紙までね、ブチって一応可能性あるんですよ。それはね、やっぱり避けたいところですから。で、この方法に必要なね、ものっていうのはもう二つ。 あります1つはこれティッシュで、すねね、まあ、ティッシュは、ね、もう一いい、ねいいここね、個ね、これが肝なんですけれども、こちら。これはライターオイルですね。で、これね、ダイソーなんですよ。で、これ100円で売ってます。ダイソーで売ってます。ダイソーっていうのは100均ショップですね。この二つだけでいいです。で、早速ね、実演しようかと思いますけど、で、まずね、こっちのね、シール側をね、上にして、これね、開けます。このライターオイル、ちょっとね、こうなってて、ここをね、ちょっとこうすると、これ上 に上がるんですね,こ,うねでこれをちょっとかけます、ここに。かけますよ。かけていくじゃないですか、これね。こうやってね。これちょっと黒くなっちゃったでしょ。でもこれはね、すぐなくなります。このライターオイルはすぐ気化するので、 シミにはならないんですね。これ文庫本でも一緒で、例えばこれでやってみるけど、ここちょっとかけるじゃないですか、これね。こればーってかけちゃうでしょ。で、これで放置するんです。これでね、30秒ぐらい放置かな。このシール全体にオイルが染みいかせるようにかけるんですね。かけてすぐはシールに染みないので、染みるまで待つわけですよ。その間に、まあ、いくつかね、本がある場合、これまたかけていったらいいわけですよ。この間にね。こればーっとかけていくと。で、そんぐらいしたら、オイルに染みいるので、 これで、ここをめくります。まあ、爪でこうめくったらいいんです。で、そうすると、これ、スラーっとほら、これスラーっとめくれるんですね。で、ここね、まだね、ちょっとベトベトする可能性あります。これ触ってみたらわかります。これはオイルのベタベタではなくて、海苔のベタベタなんですね。で、ここでね、もう一回、ちょっとかけます、これね。 で、かけた瞬間に、このティッシュで拭き取るんですね。こうやって拭き取っていきます。で、こうやって拭き取ってって、これでね、触ってみたらいいです。これで触ってベトベトしなければ、もうこれで終わりです。これでシールは完全に剥がせたということなんですね。で、これでね、もうツルツルです。ここね、ベタベタ全然しません。これね、引っかかりもありません。とで、こういう文庫本も同じでね、ここで爪でやると、ほら、もうすぐね、こうピラーっていけるんですよ、これ。 こうやって。ここまだね、やっぱシールのカスみたいなのが、やっぱ残ってます。ここに、やっぱ、ちょこっとだけでいいです、これはね。で、ちょこっとだけやって、ここティッシュで拭き取るわけですね。で、すると、もうこれもツルツルしてますね。これね、中高文庫なので、結構ツルツルしてるでしょ、元々の紙が。だからそういう時は結構油でもね、スーっていけます。これ結構ね、ライターオイルって、このベトベトするやつ以外にも、ちょっとした汚れみたいなのあるじゃないですか。ちょっとした汚れでも、こうライターオイルでやると、結構消えますよ。だからそういう面で でもかなりね、これライターオイル使えるんですけれども、これ個人でやってる古本屋さんかなんかのシールで、でもこれでももちろんこれライターオイルでね、スルンと剥がせます。これはね新潮文庫なんです。で新潮文庫と例えばこれ筑馬文庫なんですけど。 新潮分庫とちくま分庫っていうのは、これツルツルしてないんですね。文春分庫とか高段者分庫って、ツルツルしてるじゃないですか、触った感じ。あれってライターオイルもツルっていけるんですけど、新潮分庫とね、ちくま分庫はそういうね、加工になってないので、まあこれちくま分庫もやりますが、これもね、新潮分庫でやると、こう、シみみたいのが一瞬ね、出てくるんですよ。こう、オイルがかかったやつは。でも、これ実は全然消えますからね。結構な量かけても気化して、シミはつく。 かないです水とは違うんですねでこのタイプのシールはこ透明になっていくんですね。後ろのバーコード見えるじゃないですか。最初見えないんですよ。でもこれオイルでどんどん見えてくるようになるんですね。で、それが染みたっていう証拠なんですね。これめくれていって、ここでスーってやるとで。やるとこう綺麗に剥がせるんですね。で、もしめくれなかった場合、このシールの隅までオイルが浸ってないっていうことなので、オイルをもうちょっとかけた方がいいですね。まあこれもね、ちょっと剥がしますけれども、ズーンって。 すんといくわけですね。こうやると綺麗になると。これ染み消えますんでね。これをちょっと置いときますけど。たまになんですけど、身長文庫でね、これめちゃくちゃブックオフのね、100円シールとかが大量に重なってる場合ありますよね。で、あの場合は上から1枚ずつめくってた方がいいです。なんでかっていうと、オイルをね、かけた時に何枚もね、札が重なってた場合、一番下までね、染みない可能性があるんですね。何層にもなってるから。だから一番下のやつをその状態でめくってしまうと、紙がね、バリバリって言って、 一番下の紙と接触してる部分が破れる可能性あるんですね。なので、そこは一枚ずつ上からめくっていくっていう方がいいですね、絶対ね。あとね、これね、ライターオイルはやっぱ換気した方がいいですね。僕なんか100冊とか一気に買っちゃうんですよ、本をね。そうすると、ずーっとライターオイル使ってシール取るシール取るってを繰り返してるので、気化したオイルがね、結構部屋中に溜まったりするんですよ。そういう時はもう換気した方がいいです。僕は気持ちが悪くなるってことはないんです ですけれども、一応まあ換気しながらやった方がいいかなとは思ってますね。まあ,あとはやっぱりこのライターオイルのね、この裏にね、まあ、注意書きみたいなのがありますから、これを見ながらね、まあ、取り扱ったらいいと思うんですけど。で、たまにブコウとかで買った時に、そのシールの跡がむちゃくちゃ残ってるもうフル本ザフル本みたいな本ってあると思うんです。あれもね、全部ね、このライターオイルで消えますから。で、この筑摩文庫のやつを見てもらってわかるけど、これ消えてますよね、残ってるやつが。だからね、案外ね、ちょっと時間はかか で、すよねで僕はもうこのライターオイルでね、5000冊以上はね、シール取ってますよ。まあ僕の中ではもう折り紙付きのやつなんですよね。これ1個でね、まあ 100ml 入ってるけど、まあ500冊ぐらいのシールは剥がせるんじゃないかなって思うんだよね。これもかなり便利ですよ。まあこの知識持ってるだけでかなり読書のね、増書的なものは役立つんじゃないのかなと思ったりします。はい。ということでね、まあ今回は終わりです。 動画コメントチャンネル登録ね。どうぞよろしくお願いします。では、使っちゃいました。バイバイ。